木畑公は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍少将。福島県出身。14位、君三東公四級。1887年6月2日に、福島県、シネハ郡領地区村で、木畑清重の次男として生まれる。木畑家は代々相馬中村藩の藩士であったが、没落し、極貧の少年時代を過ごした。7、8歳の頃に、 日清戦争が勃発し、出生や外戦などを見聞きしていた木端は、将来軍人になることを密かに決意する。しかし、家は困窮して、学費を出せる状況ではなかったために、学費は一切親に頼らぬ。教科書は必ず筆者する。ことを心に誓い、福島県立第四中学校に入学し、入学から卒業まで特待生を続け、傍らに、 新聞配達などをして学費を稼いだ。それでも学費を工面するのは大変で、制服も夏冬2着など到底揃えられず、冬服の制服を夏には裏返して着るというようなことをしなければならないほどだったが、本人は明るく楽しい学生生活を送ることができたと回想している。この中学校時代にキリスト教の洗礼を受けてキリスト教徒と,となる。 1905年6月、中学5年の時に海軍兵学校を受験するも旧大には至らず、1年発起して1906年12月27日に海軍兵学校37期に入学。37期には、最後の海軍大将、井上成美や、最後の連合艦隊司令長官、小沢寺三郎、上海特別陸戦隊で有名な大川内伝七、などがおり、 多いさいなクラスだった。当時の海軍兵学校では、キリスト教徒は、やそと言われて歓迎されなかったが、個人の信仰を回収させるようなことはなく、木端は、英語教官であった、堀江志郎先生の家で、裏が伝道議会の人に会ったことが、きっかけとなり、毎週日曜日には、教官の家に参上し、キリスト教の集会を、開くようになった。 そこで同期の岩下康太郎や山村実と出会った。会には後に小池志郎なども参加するようになったという。そのような充実した学生生活を送っていたが、卒業成績は本人が思っていた以上に香ばしいものではなく、179名中135番という成績で別っ組に入ってしまった。1909年11月19日、失意のうちに、 海軍兵学校を卒業、小尉候補生として練習艦隊に参加、創野に乗り込む。海兵37機の練習艦隊には他の練習艦隊にはない特殊なケースとして候補生を成績優秀者と別機組に分割し、差別するということが起こった。別機組はそれに反発し、練習艦隊の成績はすこぶる悪かったという。その結果、37機は 正尉任官を1910年12月1日に任官する者と1911年2月10日に任官する者とに分けられることとなった。別期組は大いに憤慨し、図らずも別期組に入っていた木端は、海軍生活全般においてこのコンプレックスを抱きながら勤務することとなる。7月16日第一艦隊の軍艦三笠の折り組み、12月1日に、 第二艦隊の春日乗組となる。木端が生涯を恩人として慕った松村菊祐海軍中将は当時春日副長で、この時から二人の進行が始まることとなった。1911年2月10日、任海軍少位。5月22日に機関家候補生練習艦津軽乗組になり、練習公開に参加することとなる。この時、津軽には同期で親友でもある。 加藤二太郎海軍少将がいた。木畑は海軍生活で3度も練習艦配属に参加するなど練習艦隊と関わりが多い。1912年4月24日、海軍法術学校普通科学生。8月9日、海軍水雷学校普通科学生。この時に基銃の教官として山本五十六が勤務していた。12月1日に海軍中尉。 第二隊体糸となり鴨もめ乗り組1913年12月1日、クラマ乗り組公会長夫として第一次世界大戦に参加。アンバは第二艦隊の機関として、チンタオ方面に出撃したが、到着したのはドイツ艦隊が逃げた後だった。この時に、ドイツの U ボートによって対抗自慢沖紹介任務に、あった高千穂が撃沈され、同期の久保徳次郎、 角村利平が殉職している。安倍は、その後つくば、筑波生駒、山風、海風と共に南遣い艦隊に編入され、南方でドイツ艦隊を追うことになる。しかし一度もドイツ艦隊と相対することはなかった。1915年1月7日、横須賀入港。安倍は、第一艦隊に編入された。3月17日クスノ木の陸みを命ぜられ、 川崎造船所で偽装に参加することとなる。木端は、駆逐艦乗りを目指していたのでこの配置を大いに、喜んだが、偽装が完了し、第1艦隊第10駆逐隊に編入された、直後の9月8日、練習艦あずま乗り組となる。加藤二太郎もこの時、練習艦岩手乗り組でまた同じ艦隊に、勤務することとなった。1916年8月22日おこすか帰着。 12月1日に海軍隊員、海軍大学校を持つ主学生。1917年5月1日海軍、水雷学校高等科学生になった際に、加藤二太郎と同じ勤務先になり、二人で、逗子の新宿に、隣同士で住むこととなった。5月19日に結婚し、初帯を持つ。この水雷学校高等科学生の時に、同じく学生の小畑、加藤、 そして、樋口周一郎と共に、ストーン・ブラックと称して、生涯進行し続けることとなる。高等科学生卒業後、1918年9月10日に、第二特務艦隊司令部府。当時、第二特務艦隊は、第一次世界大戦のため地中海方面にいた。11月1日かし乗り組み。1920年6月1日、明けぼの駆逐艦長。 かねてより希望していた、駆逐艦長にようやくなった、木端だったが、明けは、日露戦争にも従軍したオンボロ艦であった。その頃、同期の小沢寺三郎が、海大講師学生として上京してあった際に、小畑、貴様も試験を受けろよ。と言われたのが気になって、別期でも海大に入れるかわからないが受けてみようと、受験をする気分になり、それから猛勉強をした結果、 1920年12月1日、海軍大学校講師20期に入学することとなった。1922年12月1日、海外講師20期、卒業、任海軍少佐、駆逐艦2例の駆逐艦長となり、佐世保へ赴任した。佐世保では、海大同期の富田滝一が、第5戦隊先人参謀として着任していたので、 司令官の斉藤七五郎中将とも信仰を持つようになり、日曜日にはよく三人で登山をするような仲になったという。1923年5月1日、練習艦隊浅間分隊長。練習艦隊司令官は、斉藤七五郎中将、岩手艦長には、与内三つまさがいた。この練習艦隊は途中、関東大震災に遭遇し、急遽罹災者の避難や、 物資輸送に当たることになるが、無事、1924年4月5日、横須賀期、5月1日海軍兵が公共関係幹事、指導分隊には高松の宮信人新郎が所属していた。他にも、伏見宮博信王が生徒として在学していたが、伏見宮博信王のご夫婦官は、加藤二太郎である。この時に教育参考官が創設されることとなり、 小畑はその主任として、設立準備を進めた。1925年12月1日伊勢副長。1926年12月1日任海軍、中佐、第一艦隊参謀県連合艦隊参謀。この在任中に、三穂の関事件に遭遇している。1928年12月10日、薄雲駆逐艦長。 1929年11月30日海軍省、教育局局委員。1931年11月14日、第22駆逐隊司令となり、第1次上海事変に従軍、五章の砲台を同期の原健三郎が指揮する、第10駆逐隊と共に沈黙せしめ、この功績で高4級禁止勲章と、勲三等局実章を授与される。12月1日任海軍大佐。 1933年11月15日、絹館長。ここまでは順調に水雷屋としてのキャリアと歩んでいたが、1934年11月1日に、マコーヨ部コ参謀長となる。マコーヨ部コは、日の当たらない士官が生かされる左遷場所のような意味合いを持っており、木端自身も、そろそろ自分の現役が長くないことを悟っていたようで、ある。 1936年12月1日、横須賀防備隊司令。当時、防備隊は、そこが悪かったりするものが生かされるような場所であり、その司令になるということは、もうすぐ退役になるという意味合いを含んでいた。1937年11月1日任海軍少将。12月11日予備役。予備役後は、教育局局員の時に局長をしていた、 寺島県中条が世話をして、1938年1月19日、当時寺島が社長をしていた、浦賀選挙株式会社顧問に就任する。戦中は、海軍の要請により、太夫にあった海軍交渉が、浦賀ドックに委託されたことにより、陳太夫出張所所長として、勤務、終戦を迎える。戦後は、新業赤道という印刷会社を経営し、 1977年8月10日、90歳で死去。子役の小畑康は孫である。キリスト教徒として、自生に努め、酒や芸者遊びはやらなかった。海兵37期クラス会が作成した思い出の木の中で、同期の加藤二太郎海軍少将とたびたび同じ、勤務場所になるなどして、仲が良かったことが語られている。また、 自助伝の中で、前室の加藤、そして樋口修一郎と生涯親友であったことが、語られている。37期の練習艦隊では、候補生は、成績の上下で分けられ、特に彼の乗り込んだ宗谷では、別期組への対応がひどく、少威任官を半年遅らされることとなった。その件について、宗谷の教育はなっていなかったとして、 自身が練習艦隊の指導官となった際には逆のことをした時の中で語っている。開閉58期の千葉屋正隆が少位の2年目に第22駆逐隊配属になった際に千葉屋に統合元帥の大佐時代までの主だった経歴を述べよという課題を出したのは木端である。千葉屋は結論として何もありませんと報告したが木端は、うん、それでいい。 東郷さんはそういう人なんだと答え、千早に、東郷鋼を称して我々は東郷馬鹿ねと言うんだよ、と教えた。ありがとうございます。